はい、皆さんこんにちは。今日はね、前回は、トロ箱にて、種まきの様子をご紹介をさせていただきましたけれども、今日はね、セルポットにて、夏野菜の種まきをご紹介をさせていただこうと思っております。一個一個ね、セルポットっていうのは小さく区分けをされているので、錠巻きにしていくっていうんじゃなくって、一粒一粒お箸とかピンセットで植えていくことができるんでね、結構ね、一つの苗を育てるには、後々、便利がいいっていう感じでね、この方法を去年ぐらいからずっとこれでやっていたんですね。ただまあ、種としてはね、共有して大きくなっていくんだったら、一つの中で、二粒、三粒みたいな中で、俺が元気に、俺が一番大きくなってやろうとかね、そういう感じで競争率が高まるんですけれども、一個一個になってくるとね、ちょっと違うと思うんですが、それで、去年までやってたんで、まずはトマトっていうところでね、去年、採取したトマトっていうのを、植えていこうとしています。こんな感じなんですね。はい。去年ピンセットでね、1個見つけて、その一つのセルポットその中にね、1個こうやって、ね、まあ地道な作業なんですけれども、これってね、一粒の中でね、また一粒が大きくなってくれたんですね。まあ、ここってね、やっぱり違いがあると思うんですけれども、一個、みたいな感じでね。それでもね、大きくなってくれました。で、大玉トマトとミニトマトと、ちょっとまあ、区分けをしてね、種の形とほぼ一緒。大玉がちょっとだけ、一回りぐらい、ちょっとだけ大きいかな。で、ミニトマトの分とね、これも自家採取をした分なんでね、これも去年のね、ブログとか見てもらったらわかるんですけれども、種というかトマトの果実を袋に入れて何日間か熟成をさせて、その中でドロドロにしたのをザルにとってね、水洗いをして、それを乾燥させた種なんですね。で、トマトってね、不思議な発見なんですけれども、熟したトマト、そのまま土の中に植えてもね、出てくるぐらいね、結構種自体は強いです。そのために、熟したトマトって言って、養分があって、水分があってっていうところなんで、今日植えるためも、乾かさないようにね、この後、水やりをたっぷりして、発芽に、挑戦したいと思っております。今回も初めてです。去年はね、100円ショップなんかでも種を取って、植えてきましたけれども、今回は自分のところで、取った種をね、こうやって植えて水やりまで、やって育てていこうと思っています。はい、続いてね、ナスビなんですけれどもね、ナスビの種も、まあ、これぐらいの種の大きさなんで、ピンセットでこうやって一粒一粒、植えていくことができるんでね、こんな感じで、よいしょここみたいなね、感じでね、植えていきます。ナスビはね、今回は種が取れなくって、今年は、買いました。そしてこっちもピーマンです。ピーマンの種は自分のところで、金庫のところで取った種を植えてるんですが、白い種と茶色い種とね、これ混ざってるんですよね。で、これどっちが発芽率がいいかちょっとわからないんで、ピーマンに関してはね、自家採取なんで、わからないんで、この茶色いのと白いのと、ちょっとこう、一緒のお布団で、一つの、セルポットの中で、2粒ずつ植えていこうと思っています。上側が白い方、下側が茶色い方。
発芽率をちょっと見たいと思うんでね、多分ね、この感じだったらね、ピンセットで、取った時にですね、白い方が、なんか、芽が出そうかな。茶色いのが、ちょっと、こう、枯れた感じするんで、これも初めてなんですよね。種を取ってくれるね。はい、そんな感じでね、あと、ナスビの方も、ピーマンの方も全部、土をふんわりとかけて、それから水やりに入っていきたいと思います。これでね、去年と同じように発芽率を見て、今年も、夏野菜に挑戦をしていきたいと思っています。発芽率。ピーマンの方と、ナスビの方と同じ枠なんですが、夏野菜ってもうどれも種の大きさこんな感じでね、ピンセットで植えていくのをやりやすかったんですね。で、ちょっと最終確認ね、上が白い種、下が茶色い種ということでね、ちょっとどっちが、発芽するのか、今回初めてなんで種を取って、きちんと確認をして、ピーマンの方に関しては2粒ずつ、植えていってどんな感じか見ていこうと思います。土をね、軽くちょんちょんとちょんちょんと、芽が出るようにってお願いしながらね、これで種まきっていうのを終わりました。あと、まあ、ここで、しっとりと水に濡れるようにね、水やりをして、はい、それで養生をしていこうと思います。今日のね、種まきっていうのはトマトとナスビとピーマンとということでね、種まきをしてみました。ちょっとね、今晩からまたちょっと寒くなるっていうことなんで、軽く養生して様子を見てみたいと思います。はい、すごいですね。種から発芽するっていうの。はい、こんな感じでね、最初はね、新聞紙を濡らして上からかけて、ちょっとしっとりとね、表土が濡れるように、しています。その上にね、ちょうどね、ガラス板がありましたんで、ちょっと温室を兼ねて、こんな風に。太陽光を受けて、ちょっとまあ温度が上がるようにしたりとか、寒さをしのげるようにということで、ちょっと工夫をして、ガラスの板を上に置いたり、してみようと思っています。こんな感じですね。はい。なんかいい、コンコンと。何でも実験、何でも研究、みたいな、そんな感じです。はい。はい、最後にですね、3月19日に、前もご紹介したトロ箱にて、種を植えて育てた種ですね、それを9センチポットで、取り上げて、今、成長している段階のキャベツとかブロッコリーとかレタスとかインゲンとかっていうその状況です。こちらも不織布でカバーをして今大きくなっている過程です。はい、そんな感じでね、いつもご視聴いただきましてありがとうございます。また明日もよろしくお願いいたします。今日はありがとうございます。ごきげんよう。